こんにちは。私、共産党国会対策委員長の国田圭司です。いつも記者会見などではネットをご覧いただいてありがとうございます。今日の集中審議質問は政治改革の問題を取り上げました。93年にいわゆる政治改革が行われましたが、この20年間の検証ということで私は質問しました。その政治改革の2つの柱である政党助成金制度と小選挙区制度の導入、この2つの問題点を正しました。その結果、政党助成金で過度にそれぞれの政党が助成金に依存している実態、これは良くないということが改めてはっきりしましたし、認めざるを得なかったと思います。同時に小選挙区制の持っている問題点、民意を大きく歪める、比較多数党が大きく議席を得る、すなわち得票率4割台で8割近くの議席を得ることができるという、こういう歪みがあるということと、合わせて死に票がたくさん出て、それが過半数にも上るということが認めざるを得なかったことが特徴ではなかったでしょうか。そして合わせて今自民党、公明党など含めて議員を減らせばいいということを言っておられる党がたくさん出てきていますが、そうじゃない。それは国民の声を届け、政府の暴走をチェックする意味があるんだ。こういう立場から国際比較、さらには日本の歴史的な比較からしても議員が多いことはないんだということを明らかにしたことが今度の質問の中身ではなかったでしょうか。ご覧いただけましたやろうか。またこれからもよろしくお願いいたします。次に国田圭司君。委員長。国田君。日本共産党の国田圭司です。今日は政治改革、政治のあり方について議論したいと思います。1993年、細川政権時代のいわゆる政治改革から20年になります。この時決めたことが今日どうなっているか、検証すべき時期に来ています。政治改革で決めたことはです、政党助成金制度の創設と小選挙区制、小選挙並立制の選挙制度を導入したことです。で、政党助成金は赤ちゃんからお年寄りまで国民1人当たり250円の負担、約320億円の税金を毎年政党に助成する仕組みであります。総務大臣、政党助成金制度を創設した1995年から2012年度末まで累計でいくら支払われたか、各党にどれくらい配られたかご報告願います。新藤総務大臣。政党助成制度が創設された1995年平成7年分から2012年までの政党交付金の交付総額は5677億円余りであります。そしてそのうち自由民主党に2565億円、民主党に1712億円、公明党に419億円、社会民主党に337億円、みんなの党に30億円、国民新党に26億円、新党改革に4億円、その他で579億円と、こういう状態になっております。国田圭司君。私たち日本共産党は、思想信条の自由を侵す憲法違反だとして、創設に反対し、廃止を主張してきたので、1円も受け取っていません。パネルにしました。5677億円という巨額な税金を各党が山分けしてきたと。当時リクルート疑獄などで金権腐敗政治の横行に国民的批判が高まり、企業団体を献金を禁止しようというのが国民の要求でした。ところが政治改革を推進した各党は、企業団体献金は禁止する代わりに国民の税金で政党の政治資金を賄う助成金制度を作り出すということを言い出しました。そして実際には企業団体献金は政治家個人に禁止はしたが、政党支部には認めるとされ、いまだになくなっていません。
この政党助成金の導入をめぐって、そもそも政党が税金に依存していいのかという議論が導入を進めた側からもありました。政党は憲法に保障された結社の自由であり、政策の上でも自前、お金の上でも自前、自立してこそ成り立つものであります。政党助成金を入れるとしても税金なのだから過度に依存しないようにしよう、上限を決めようという議論があり、細川総理と河野自民党総裁の合意では上限は4割とするになりました。その後成立した法律では3分の2を上限とすると書き込まれましたが、政党が税金に依存していいのか、抑制的にしなければならないという議論、93年当選の安倍総理はご存知ですね。安倍内閣総理大臣。ちょうど私が当選した平成5年に、今委員のご指摘になった政治改革法案が出たわけでございまして、選挙制度の改革とともにですね、政治金政法の大きな改革が行われまして、我が党でも大きな議論がございました。あの時はちょうど、これは金丸、我が党のですね、金丸副総裁の問題があった中においてですね、政治を浄化するべきであると、つまり企業団体献金をの比率を減らす中においてですね、税金ではありますが、一人コーヒー一杯ということが言われていたわけでございますが、これを政党を支援するお金としてご寄付をいただいた、税金という形でご寄付をいただいて政党の運用を賄っていこう、ただこの比率についてはですね、過度に国家に依存するべきではないという議論が あったのはよく覚えているところでございます。国田刑事君。今ありましたように過度に依存してはならないという議論があったことは明らかであります。で、今ところがどうなっているかということで、各党が総務省に届けて出ている報告に基づいて各党の財政に占める政党助成金の割合をパネルにしました。見てください。皆さんにはお配りしています。自民党は政党助成金が作られた1995年、最初の依存率は 56.7% でした。今日では 72.5% になっています。これは谷垣大臣が自民党の総裁の時期だが、これ事実ですね。谷垣法務大臣。法務大臣としてはお答えすべきことではないんですが、せっかくの国対委員のお尋ねですので、私も総務省の平成23年度分の政治資金収支報告書の概要というのを見てまいりました。おっしゃる通り 72.5% というふうに記載されておりました。国田刑事君。年を追うごとに助成金への依存度が高まる、税金なしには政党運営が成り立たない状況になっていると、7割8割を占めるのは当たり前になっている、政党とはどうあるべきかが問われています。お金があれば活動する、なければ活動しないなどというものではないはずであります。自立しないで政党と言えるのか、官営政党とも言うべき状況を改めて、政党は国民に依拠して活動する、自立するのが当然ではないか、政党助成金を続けてよいのかが問われていますが、総理はそう思いませんか。安倍内閣総理大臣。この政党助成制度はですね、政治改革について議論を積み重ねた結果、政党の政治活動の経費を国民全体で負担をしていただくこととしたところでございますが、民主主義の発展に重要な意義を持つ制度であると考えております。一方、政党の運営の党費はですね、最終的には選挙を通じた国民の審判に委ねるべきところであることからですね、政党がその運営においてどの程度政党交付金に依存するかの選択については政党の自主性に委ねるのが適当であろうと、このように思います。政党助成制度のあり方については政党の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派でご議論を置いていただくことになると思いますが、自由民主党としてはですね、特に野党時代に、この、企業団体献金のが大変縮小したという経
経緯もございまして、その中において、この政党助成金の割合が増えてきたということもあるのではないかと思います。奥田圭司君。それはね、政党助成金はもらうわ、企業献金はもらうわというね、両方をもらってるってこと自体が問題だっていうことをね、言わなきゃなりませんよ。問題はね、税金付けの政党でええのかということが問われてるってことを改めて言わなければならないと思います。で、政治改革の当事者で当時の自民党の総裁だった前衆院議長の河野洋平さんは、政党の堕落、政治家の資質の劣化が制度によって起きたと最近繰り返し指摘しています。政党が堕落しているのは制度が原因だと指摘していることが私は大事だと思います。今は引退されていますが、政治改革を進めた中心的人物が幾度にこれは失敗だったと言っていることがあります。森喜朗元首相は、小選挙区制度は間違いだった、渡辺幸三氏は、小選挙区制に賛成したのは政治人生の最大の失敗、加藤浩一元自民党幹事長は、政治の劣化、本物の政治家は育たない制度だと、こう述べています。諸先輩のこの小選挙区制が失敗だったと言っている発言を極めて私は重いと感じていますが、これらの指摘を総理はどう思いますか。安倍内閣総理大臣。当時私はですね、この小選挙区制度については強く反対をいたして、おりまして、今名前を出された当時の森幹事長から説得をされましたですね、安倍君、君反対したらダメだ、総裁の当時総裁の河野洋平総裁からもですね、みんなで決めたことは、賛成すべきだと、こういうことで、ございました。しかし、そもそもですね、これどちらがいいか、選挙制度においてはですね、どちらがいいかというのは、これ議論があるところだろうと思いますし、政治資金の問題についてもですね、税金にどこまで依存していいのかどうかということについてもですね、これはやはり、委員のご指摘もですね、これはもう全く間違っているわけではないと思いますので、やはりこれはやはり、政党間でですね、どこまで依存して、御党の場合は全く依存しておられない、という考え方を貫いておられるわけでございますが、その中でどこまで、依存していいかどうか、かつては、3分の2を、超えないということになっていたんだろうと思うんですが、そうしたことをですね、政党間でやはり真剣に議論していくべきであろうとは私も思うところでございます。奥田圭司君。だから導入者の反省の声っていうのはね、私重いと思うし、総理大臣が当時小選挙区制に反対されておられたということも存じております。その意味ではこの小選挙区制度がいかなるものであったかということも検証すべき時期に来ていると思います。で、そこで現行の選挙制度について正したいと思います。私たちは選挙制度っていうのは憲法の前文にあるように政党に選挙された国会における代表者を通じて行動しと書いています。ですから選挙はその土台であって、国民の民意を鏡のごとく議席に反映させる制度であるべきだと私ども考えています。で、現行の小選挙区制は300の選挙区で1位になった政党の候補者が当選する仕組みです。最近の3回の選挙結果をパラレルにしてまいりました。見てほしいと思うんですね。で、05年の選挙では小泉内閣の選挙です。自民党が 47.8% の得票で 73.0% の議席を占めたと。2009年の選挙で第一党の民主党は 47.4% の得票率で 73.7 の議席を占めたと。そして、昨年の総選挙で、その会では一層広まりました。すなわち、自民党は 43.0% の得票率で議席の 79% を占めるに至りました。小選挙区制が第一党に4割台の得票率で 7から8割台の議席を与える制度である、このことが当時安倍さんも
これはまずいんじゃないかと反対された理由ではありませんか。安倍内閣総理大臣。私もですね、その論点で、反対も出しておりましたし、それとですね、当時は、例えば、自由民主党においてはですね、現職優先という形にしていくという話だったんですが、それであるとですね、極めて閉鎖的になっていくだろうと。抽選局制度でありますと、自由民主党の場合はですね、出たい人は基本的にみんな出るんですね。そうなると公認する人もいるんですが、そこで勝った人が最終的に公認になると。非公認の人も勝てば公認、その中でお互いに切磋琢磨していくということになるんですが、しかし一方、小選挙区で現職優先になれば、極めてこれは新陳代謝が悪くなるという大きな問題があるんではないかということも指摘して私は反対したんですが、同時にですね、どの政党に任せるかということと同時にやっぱり、誰に任せるかということも重要な要素であろうと考えたわけでございますし、同時にまた、当時の共産党をはじめですね、少数意見の方も5人区であれば1名は当選するという中において信任票が非常に少ないということも、論点であったというふうに思って、記憶をいたしております。国田圭司君。これはだからそういう制度の側面があったということはお認めになったということになると思うんですね。で、得票率と議席に乖離があると。で、第1党が得票率以上に議席を獲得すると。で、そのことは今お話総理がありましたけれども、裏返しで言えば、2位以下の候補者に寄せられた票は、過半数を超えていても議席には結びつかず、切り捨てられる制度でもある。つまり、議席に結びつかず、切り捨てられる得票、すなわち、信任票がたくさん出ると。で、総務省の提出の資料によって、パネルにしてみました。昨年の総選挙での全国集計で、投票数の 53% が信任票、300の小選挙区のうち、信任票が過半数を超える選挙区は、なんと188選挙区になります。で、さらに6割の選挙区で指標が多数になっていること、こういう事実ですから、極めて重大と言わなければなりませんし、7割が信任票になるところもあると。だから、当時いろいろ議論ありましたけど、民意を切り捨てて民意の集約などという意見もありました。しかしまさに民意を切り捨てて民意の集約などと言えるかということが明らかだと思うんです。そこで得票と議席の乖離が大きい、信任票がたくさん出る、小選挙区が性が民意を歪めるという根本問題についてどう考えるのか、公明党の前代表であった太田大臣に聞きたいと。太田国土交通大臣。信任票ということで言えばですね、それは小選挙区制純粋、そしてまた小選挙区部分については信任票が多いということは事実だと思います。したがって、現行の制度はそういうこともありまして、小選挙区比例代表並立制ということで、一番最初に提起されたのは250と250ということから始まって300と200になり、そして180というふうに比例部分が削られてくると。民意の集約ということと民意の反映ということのバランスということの上で現在の選挙制度は出ておりますが、信任票ということについて言えば小選挙区部分については当然信任票は多いということは言えると思います。国田圭司君。信任票が多いということは簡単に言えば民意の多数が切り捨てられている、すなわち民意が歪められているということだと思うんですね。だから当時も皆さん多くの方々がご意見持っておられて、これは赤の違うかという意見があったわけであります。ですから私はこの機会にですね、その小選挙区制ってものを廃止すべきじゃないのかというふうに思うんですが、総理大臣いかがですか。安倍内閣総理大臣。抜本改革の中でですね、実態として、これは成案を得る上においては、過半数以上の賛成を得なければならないという中において、さまざまな議論がなされておりますが、自由民主党の中においてもですね、抽選挙区制度を、
大体3人を基本とした中選挙制度を主張する人たちもいるわけでございますが、こんなそういう中におきまして、今回31議席を削減する中においてですね、少数制、いわば民意の集約が過度になることをですね、是正する新たな制度として今提出をしようとしている法案があるわけでございまして、自民党としてはそれが今の段階では現実的な成立しうるベストの案だとこのように考えているところでございます。国田圭司君。大体の選挙制度の話しますとね、必ず今お話しあったように、私は今言いましたように民意を歪めるってことについて正すべきじゃないかと、でこう言いますとその民意の集約と民意の反映という話をしてですね、そして必ず今度はその話がきっちりどういう論理があるのかってことを詰まっていかないままに、実は定数削減って今お話しあったように30削減する提案を出してんだという話ありましたよね。そこでね、私はね、じゃあ定数問題について議論を進めたいと思うんです。で、私は定数って問題について議論する場合ね、議員とは何ぞやと、それから議員の役割とは何ぞやということについて考えなければならんと思うんですね。で、議員の仕事っていうのは国民の声を届けることであって、憲法にあるように政府の暴走をチェックするということにあるわけで、とにかく少なければいいというわけじゃないんです。絶対これはないんです。そしてじゃあ日本の衆議院議員の定数は世界的にもそれから歴史的にも決して多くないということなんです。これあのパネルにしてみました。で、大体何人の声を代表しているのか、議員1人当たりの人口はどのくらいかを基準にして比較しました。見たら分かりますように先進国の主なところは大体10万人を基準に1人の議員を選ぶと、アメリカはあの合衆国で連邦制であるのは断然参考にならんわけですけども、で歴史的に見たらどうかと、それは一番端っこに書きましたように1925年普通選挙制度が始まったときは人口12万8000人に1人として466人の議員定数を決め出発しました。以来人口は当時の倍になっておるのに、現在では人口26万7000人に1人の議員となっていると。だから日本の議員数はむしろ少ない方だと思うけれども、いかが思いますか。安倍内閣総理大臣。先ほどですね、我が党の今村議員からもですね、今村議員は我が党でも保守派に属する議員なんですが今村議員からも同じ指摘がございました。ということはかなりこれ幅広くですね、そういう疑問を持っておられる方がおられるんだろうと思います。またですね、行政府の長である私が、議員がご指摘のようにですね、議員の削減を話をするというのは、本来、私も抵抗を感じているわけで、ございます。いわば行政府の長としては、それをチェックする皆さんの数を減らす、ということについてですね、それは積極的に、どんどん減らした方がいいということを言うべきではないと私はそう感じているわけでございますが、また方、消費税を導入するという中においてですね、国会議員は身を削るべきだという考えの中からですね、我々は昨年、30人削減という道をですね、野党として選んだわけでございまして、この案でお願いをしたい。しかし確かに今委員ご指摘のように OECD の中においてもですね、最も国民の一人当たりの議員の数としては少ないというのは事実でございますし、民意の反映としてですね、どれぐらいの数がいいのかどうかというのは、冷静な議論も必要だろうと、このように思います。国田圭司君。今私が比べた、これは G7、 7ですけども、8と言ってもいいんですが、 OECD の中でも一番低いんですよね。それは総理もおっしゃった。でそこでね、自民党の選挙制度改革の方針は今お話ありましたけども、行政府の長としてどちらかといえば抑制的でなきゃならないということですわな、考え方はね。しかし自民党の方針ではですね、30人の比例代表を削減して議員定数を445にするとしているわけですね。でこれは
この自民党の方針が説明しているように、想定数445は、人口が現在の半分以下であった大正8年、1919年、当時の想定数464、これも下回るものなのです。つまり100年も前の定数をに戻すということなわけでしてね、議員定数を減らす根拠は全くないと言わなければなりません。そこで先ほど大臣は、総理大臣は、まあ、三党合意の話をされてましたよね。結局のところ自らの身を切ることによってという話を多分消費税との関係でなすったと思うんです。で、当時の三党合意というのはまさにそのことだと思います。しかしこの問題ってのは本当に、全く国民に対する私は裏切り的行為だと思うんです。というのは消費税の大増税という公約違反、そして民意を全く無視した政治を押し付けるためにやった話でありまして、私は逆だと思うんですね。ですから自民党公明党の合意で今逆に先ほど大臣もおっしゃってましたように、現行制度の持つ、選挙制度の持つ、これは太田さんも言っておられました、小選挙区制の行き過ぎた民意の集約機能を是正し、より民意の反映を重視した制度に見直さなければならないとしています。ところがですね、民意を反映する制度とかつて皆さん方が推進した方々が政治改革の際にその民意を反映する部分として言っていた比例代表を削るというのは全く論外と言わなければならないと思っています。私どもは今選挙制度を本当に変えて小選挙区制度を改めて、そして、全国11ブロックの比例代表制に改革するということが大事だと。で、想定数480議席を維持し、すべての定数を現行の比例11ブロックの人口で比例配分すると、こうすればブロック間の格差も最大 1.03% になり、民意を正確に議席に反映し、投票価値の平等権の点でも解決できる、こういうことを実現するために私ども頑張りたいと、そのことを述べて、質問を終わります。